インです。ポップラインのランニング魂、ポッポッポー力。さあ、今日はですね、ただいま時刻が10月19日、10時前ですね、まあ、10時ちょい前。はいはいはい。なんですか、なぜこの時間に集まったかと言いますと、はい、私サブ 3.5 の企画やってるじゃないですか、うんうん、1年間で私マラソン素人がサブ 3.5 を目指しているんですが、うんうんうん、それの出場大会を本日決めちゃおうと、はい、その名も4月19日長野マラソン、はい、それの今クリック合戦に挑もうとしております。そうです、エントリー合戦です。で、噂によると僕初めてなんですけど、このエントリーするの結構大変なんですよ。そうよ、結構俺緊張してるもん。9500人の枠に取れるか取れないかみたいな。10時からなんですけどね、今からもうあと10分くらいなんですけど、ドキドキの初エントリー、レッツクリック。ただいま10月19日土曜日9時48分でございます。そんな一瞬でもあんのこれの可能性もありますよ。深月が 3.5 で本番で長野マラソン走る、僕があの一応カメラマンとしてこう同行というか横を走るんで、2人とも撮らなくちゃいけないんですよ。だからどっちか撮れてどっちか撮れないっていう、例えば僕撮れて深月撮れないっていうのが一番最悪ですし。記録的にはどうなん、出やすい大会？そうですね、コース的には出やすい大会ですね。コーチの2回来てくれてた笹田直太コーチいるじゃない、うん、コーチが自己ベスト2時間30分を出した大会ですから、それまでの自己ベストが2時間47とかだったんです。だいぶ上げたんだ。そう、17分縮めた大会だから、まあまあまあ出やすいんじゃない。もう結構ね、一般の市民ランナーさん聞くとちょっと時期がねとは言ってます。あー、ちょっと熱くなる可能性があるけど、うわ始まった。何これ？これはアクセスが集中しすぎててパンクしてる状態のやつ。やばいっすな。これだから自動更新まで14秒13秒と出てんじゃん。これを終わらないと更新されない。更新されない。ちなみにもっとアクセスが集中してるともう一回この画面になった、で入れないの、エントリー画面にパンって。これ10秒10時になっても更新しないと絶対エントリー画面出てこない、ね、出てこない。見てる人はもしかしたら撮れない方が面白いと思ってるかもしれませんけどね、これガチなんでね、ちゃんと走ってもらわないと。今9時59分、さあ運命のクリック合戦、10時になりました。さあいけるか。さあ僕はあと5秒、これで入れたら僕撮れます。20秒、入れない、入れない。もうすごいね、ただいま大変混雑しております。これはこれしょうがないんだよね。1、入れ、入れない、入れない。僕があと7、6、5、入れない、入れない。おお、結構だね。結構ですね。みんなこの状態なんだ。みんなこの状態、入れてる人は入れてる。これが入れたらほぼいける。ほぼほぼいけます。3、2、1、いけ。あー、ダメ。あ、入れた。あれ、いや、もういいよいいよ、早く入りな。お先して、お先、お先行きます。萩原入れました。このエントリー、この画面に行ければもうほぼほぼ確です。入れ。あー、ダメ。マジで、携帯でもやった方がいいよ。携帯でやった方がいい。いや、長野マラソン、長野マラソン今出してたじゃん。ブラウザーにあったよ、1個。これはまずいね。やばい。何分ぐらいで行けるんだろうな。確かに。で、つくばは30分で行けたわけでしょ。ギリギリです。はい、画面行っちゃって。要はスポーツエントリーの持ってた枠はもう定員いっぱいで、ランネットで持ってる定員がまだ大丈夫だったみたいな。で、ランネットに切り替えたら入れた。あ、来た。あ、来た。え、どっちどっち入ったの？ベストタイム持ちてないんで0、0、0。そこまで聞かれんだ。そう、結構プライベートなこと聞いてくるね。ちなみにこの間に終わってるって可能性あるんですよね、たまに。
いいよ。半角にしなかったから全角やったから。数字が全部？うん。いやもう半角になってるから。さっき半角になってる。数字が出てる。いや全部全角で。全部入れ直さない。怖い。怖い。よかったなぁ、今一瞬のクリクリが。エントリー受付完了いたしましたさあ、ということで無事取れましたね。取れました、おめでとうございます。ありがとうございます。これおめでとうなのかな。おめでとうなのだよ。だってあんなに待ったじゃん、30秒の更新画面。俺無理かと思ったもん。ちょっと緊張したね。ちょっと焦ったよ。やばいかなみたいな。しかも俺が先取れちゃったから、よくよく考えると、うん、今日10月19日ですけど、うん、4月19日なんですよ。うん、半年っすよ。ちょうどね、ちょうど1年企画の今、折り返し地点。そうだね、そう考えたら。ハーフマラソンの距離まで来ちゃってるっていうことで、大丈夫ですか。まあ、そうですね。なんか、顔がちょっとイラッとするけど。あと、なんかお願いします。言いたいことあれば。ああ、そうですね。3.5、もうこれで長野マラソン出るの決定したんで。決まりましたね。多分、これ動画上がってる時にはもうエントリーも終わってる。定員にも達してると思うんですけれども。うん、ぜひね、冷やかしでもいいし、ガチで応援したくてもいいし、一緒に走りたくてもいいんで、ぜひ、竹本を、長野で応援してあげてください。で、ね、この前キプチョゲさんがさ、はい、人類史上初めてさ、サブ2したじゃん。はいはいはい。その時のフォーメーション組んでもいいし、 X フォーメーションみたいな、ね、そうあれをちょっと皆さん取れた方ね、長野マラソン。そうサブ 3.5 のために X フォーメーション。そうだからサブ3ランナーとか2時間台はね、もう余裕なわけですよ、3時間半っていうのは。だからその人たちで、その人たちでもしよければ、こう V 字でここに建物がいて、あと2人後ろにいるみたいなのをやって超プレッシャー与えるっていうのもちょっとありかなっていう。はずいな、サブ 3.5 のためにあの陣形組んでくれるんだけど。そう、あの陣形組むからね。そう、サブ 3.5 のためにマブダチのコウタ君も呼ぼうかな。だってやってたから。コウタ君に、ペースメーカーしてもらうってこと。そうそうそう。バカじゃねえの。X フォーメーションやってたじゃん。X フォーメーション知ってるからね。そう。いや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 、来たらすごいけどね。来たらね、まあ、村山光太君、村山光太君、やべえよ本番 やられてたんで、キプチョゲさんの時にいたんで。でもまあ、沿道の応援とか楽しいからね、はい、で、あと多分長野マラソンペースメーカーいるんですよ、はい、3時間からいるのかな。で、3時間半、3時間45分、4時間とかペースメーカーいるんだけど、ポップラインが走ってるところも一応3時間半ぐらいのペースメーカーだと思ってついてきていただいてもいいかなっていう。それはちょっとまだまだ、もしかしたら俺3時間くらいで走りたくなっちゃう可能性もある。日がそっち？そう、当日もう急に入りすぎてもう4時間ペースになってる可能性もある。それはちょっと確証できない。いやいやいや、それはちゃんと僕引っ張る。はいはい、僕も出るから、早いよとか言えるから。なるほど。はい、そういう感じ。頑張ります。いやーでも本当に決まりましたね。頑張ってほしいです。皆さん、長野マラソンに向けて、ラブ！ラブ！